蕎麦や寿司や中華料理やカレー屋、どれがいいですか？インドカレーはやめてください。ココイチってさ、すごくない？あれはだから最大公約数の日本人が大好きなカレーを作ったんですよ。で、2000店とかあるんですよ。で、日本第2位のカレーチェーンって120-130店舗ぐらいしかないのかな。ゴーゴーカレーとかその辺が次に来るんだけど、ゴーゴーカレーって万人受けしないんですよ。で、スープカレー屋さんとかも50-60店舗ぐらいまでしか行かないんですよ。スープカレーなんか食いたくないんですよ、みんな。ほとんどの人は。だから、いわゆる、バーモントカレーみたいな普通のカレーがやっぱりウケるんですよ、はい、ほとんどの人は料理を作りたくないんですよ。なるほど。だからちょっと全然別の話するけど、はい、今王将がプロデュースした冷凍餃子がめちゃくちゃ売れてるんですよ。なんでだと思います？冷凍餃子なんか昔からあるじゃん。あれは水もいらないし、テフロンのフライパンで焼くだけで、あの羽とかもついちゃうんですよ。で、しかもタレもついてるんですよ。でも例えば味の素とかがやってる、味の素も餃子うまいんだけど、あれは焼き方があるんですよ。だからフライパンに油をひいて焦げ目をつけて、水を入れて、で水を入れて熱湯を入れて、なんか蓋をしてくださいとかで、なんかタレついてなかったりとか、だからちょっとしたことなんだけど、ほとんどの人は羽をつけるのが難しいと思っちゃうんです。パリパリに仕上げる。中はジューシー、パリパリに仕上げるのって意外と難しいんですよ。そうですね。だからそれやりたくないんですよ。だからもう最初から温めるだけで羽ついてますみたいなのが、おお、それこれいいじゃん。だそこまでしないと売れないんですよ、冷凍餃子って。それぐらいみんな作りたくないんですよ。作るのが好きな人からすると、なんでって思うじゃないですか。だけど、僕もその人たちの気持ちはわかるんですよ。だから、カレーは店で食べるもんなんですよ。もう家で作ったりしないんですよ。まあ作ってる家庭はもちろんあるんだけど、作らないっていう選択肢は結構 Uber Eats とかも普及してきたりとかしたんで、よりそれは加速していくと僕は思っていて。